どうも皆さんこんにちは。感謝の紹介いつぶりだよ。知らんわ。あとお前誰だよ。なんでもいいやろ。ってことで今回はシックスティーンの紹介です。誰だよそれ。お前だよ。ってことでテキストを写して、ドドン。シックスティーンという名前なんですが、ただの、バーンウォー。いや、みんな知っているから。はい、登場回は初登場と一冊の資料集のみ。製造年はモデル機候補の2台から取っているので紹介します。モデル機候補1は、ハンスレッドオーストリテ WD-06ST。ST はサドルタンクの役な。で、その中の、3823番、ボリアーがモデル機候補その1です。え、なら俺の名前ボリアーにしてくんね。うん、実機に失礼。で、色は明らかにこれなんですが、モデル機候補2があります。ウィームス私鉄の16号です。情報があんま見つからなかったのですが。なんでだよ見つけろ。はい、ちょっとここからは頭の中こんがらがっちゃうようなことを言いますので。頑張ってついてきてね。まず、シックスティーンを紹介します。シックスティーンは簡単に言うとただのトラブルメーカーで、好きあらば危険の牛を通ろうとし、そのまま、脱線するただただ迷惑な機関車です。この事故の後、修理されずに機関庫に放置、その後、保存協会に買われます。まるで少年です。ってな感じのやつです。構成したらしい。ここからはさっきのモデル機の話をします。頭の中バグらないように気をつけてください。ウィームス私鉄の16号は、2代目の16号です。1代目の16号はこいつです。こいつは、シックスティーンと似ていないし形式も全然違うのですが、なんということでしょう。シックスティーンと同じような事故を起こしていました。それが元ではないのですが、1964年に破棄され、新しい機関車に置き換えられました。こっちの方は事故っていません。現在、残っているのかはよくわかりません。まとめるとこんな感じ。なんか俺、生没年みたいに書いてんな。今回はこれで終わります。ごちそうさまでした。え、今なんて？なんだあいつ？まあいいや。ご視聴ありがとうございました。次回あんのか知らんけど、よろしく。